どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今日はですね、僕が飼育しているパンサーカメレオンの飼育環境を紹介していきたいと思います。はい、前回ですね、エボシカメレオンの帽子くんの飼育環境を紹介させていただいたんですけれども、今回はパンサーカメレオン編ということで、前回のエボシとは違うところはあるのか、そちらの比較を交えて紹介していきたいと思います。それでは早速どうぞ。この子が僕が飼育しているパンサーカメレオンのハリマくんです。この子は生後1週間のベビーの頃から育てて、今で2歳半ですね。ほんまによくここまで立派に育ってくれましたわ。パンサーカメレオンはマダガスカルに分布するカメレオンで、オスはド派手なカラーリングが人気で、ローカリティと呼ばれ、産地によって様々な色の個体がいます。この子はアンバンジャといって、緑の地色に赤のバンド、水色のバーに口元の黄色と、大変カラフルな子です。他にも青が美しいノシベ、興奮時には蛍光イエローが眩しいノシミチオ、通称ピンクパンサーと言われるアンカラミーなど、いろんなカラーの子がいます。それでは飼育ケージですが、こちらズーネットのレプティブリーズ L サイズを使用しています。パンサーはエボシほどは大きくならないので、ケージサイズも隣のエボシよりワンサイズ落としています。通気性が大事なのはもちろんエボシ同様です。温度についてですが、室温28度前後になるように部屋をエアコンで管理しています。湿度も加湿器を設置して 50-60% になるようにコントロールしております。ここでエボシとの違いなのですが、パンサーはエボシより多湿を好むため、エボシのケージよりやや湿度高めにしています。次にバスキングライトについてですが、こちらもエボシがホットスポット最高温度34度に対し、パンサーは最高温度32度と少し下げて設置しています。これで湿度を下げすぎないようにもしています。お水に関してもこちらエボシ同様、右側に設置したミスト装置から出た水を葉っぱやケージを伝わせて飲ませています。床材はペットシーツを使用しており、あとは中は流木と観葉植物を置いてレイアウトしております。続いて UVB ライトですが、うちではこちらズーメットのレプティサン T5HO テラリウムフードの36インチを隣のエボシのケージとつなげて使用しています。パンサーにも UVB は必要なので、こちらも絶対に設置するようにしてあげてください。次に餌についてですが、餌もこちらエボシ同様、うちでは生きたコオロギを与えております。この子は食欲旺盛なので、コオロギを用意していると先ほどのように駆け寄ってきます。まあ食欲が旺盛なのはいいことやぞ。ちなみに餌のペースについてですが、1週間にだいたい2回から3回コオロギを与えています。よく食べるな。慣れた個体だとこのように人の手からも直接餌を食べてくれるようになります。いやー、ほんま可愛いな。なんでこんな可愛いんや。カメレオンはどんな色にも変化することができると思われがちですが、これは間違いです。カメレオンが体色を変化させるのは主に天敵から身を守るためや、威嚇をするとき、メスへの求愛のときです。他には熱や光で変化することもありますが、変化できる色も個体によって決まっており、どんな色にも変化できるわけではないのです。それでは今から別のカメレオンを見せて、どれくらい色が変化するか見てみましょう。
このように体を広げてできるだけ大きく見せようとしています。これ色が上がってきたの分かりますかね。こちら最初の写真と比べてみると赤がはっきりと発色し、全体的に白っぽくなったのが分かるかと思います。これ以上は余計なストレスになるのでやめておきます。うん、びっくりさせてごめんな、ハリマ。はい、以上が僕が飼育しているパンサーカメレオンの飼育環境でした。ご覧いただいてお分かりの通り、基本的には烏帽子とほとんど同じですね。うん、まあ、違いといえばホットスポットの温度を少し低めにするのと湿度をやや高めにしてあげるぐらいですね。烏帽子カメレオンの飼育環境動画もアップしていますので、良ければそちらも合わせてご覧ください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram もやっておりますので、説明欄よりフォローお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。